究発表。こんにちは、地方発見録、番組ナビゲーターの森下一郎と言います。イエイ。ということで、今回はですね、いつもの番組と違いまして、少しですね、趣が違いますが、そうです、今回はですね、タイトル通り緊急発表と題しまして、視聴者の皆さんに素晴らしいニュースを発表させていただきます。ふじまクッキースタート。イエーイ。はい、まあ、ということで、何のこっちゃやらというふうに思われるかもしれませんが、このですね、地方発見録で第1回目の地域としてご紹介をさせていただいた宮崎県最南端にある串間市という地域ですね。この串間市でですね、この業種を超えて、まあ、クッキー人、僕はクッキー人ってよく言うんですけど、その地域でその地元の地場産業であったり、地域おこしのために立ち上がっている人たちを僕はクッキー人と呼ぶんですけども、この串間の業種を超えたクッキー人がですね、集結して串間クッキーというチームを、発足しました。で、このチームでですね、今回この串間の人々による串間のための発信企画というのをこの4月からスタートさせていただくことになりました。これはですね、この地方発見録で、現在こう全国各地の人物場所というのをこう紹介させてもらっているんですけども、この番組で紹介できているこの内容というのは、この地域の本来あるものに対しては本当に一部にしか過ぎなくてですね、この地方各地にはまだこう知られていない宝が山ほどあります。ですが、どの地域もこう共通してですね、やはりこう資源や宝はあるんですけども、発信力が弱い。この多くの地域はですね、やっぱ自治体主導で、この情報発信というのを自治体がですね、この地域の情報発信をやってるんですけども、この串間クッキーではですね、この地域のさまざまなこの業種や垣根を越えて、この串間の人々がですね、串間のために力を合わせて、何よりこの地域住民だからこそ知る宝、僕ら外の人間はですね、なかなか知れない、で知ってほしい宝、地元の人たちが外の人たちに知ってほしいことがですね、物や場所や祭りや、何でもいいんですけども、宝がたくさんあります。これをですね、ここにいる、後でご紹介させていただきますけれども、この串間クッキーのメンバーたちがですね、企画、出演、撮影、編集をですね、自らが行って、毎月串間クッキーとして、この串間の宝をグループ別に発信、毎月していきます。これはですね、もう本当になかなかこれまでない形ではあるんですけれども、チャレンジでもあります。全力でですね、これから、串間のこの若者たち、青年若者たちが立ち上がって串間の宝をみんなに発信をしていきますので、ぜひぜひ多くの方々に受け止めてもらえたらなと思います。ではですね、ここで串間クッキーのメンバーをご紹介させていただけたらと思います。まず石上裕二君からお願いします。はい、農業をしています石上裕二です。あなたを串間のファンにします。よろしくお願いします。前田次郎です。漁師をやっています。頑張ります。イエーイ。はい、お願いします。こんばんは。こんばんは。農業をやっています。松田香織です。串間の魅力を発信します。イエーイ。頑張ります。ではですね、ちょっと後ろにこう流れていくんですけども、実はこう一見見た感じはですね、大人の集まりかと思うんですけど、実はここの串間クッキーの高校生たちが立ち上がってくれてますので、 SNS とか Twitter、Instagram でアーキタクトで活動している谷口です。野村です。イエイ。はい、では、次高校生ではない農家のゆきさんです。はい、お願いします。農業してます、北原ゆきです。みんなで力を合わせて今愛していただけるような動画を作りたいと思います。イエイ。お願いします。イエイ。味噌醤油製造をしております松尾直翔です。頑張っていきます。よろしくお願いします。イエイ。マーケーしてます内藤です。串間の自然、いろいろ紹介していきます。お願いします。イエイ。投票している武田祐介です。
これから頑張っていきたいと思います。えい、えい、同僚してます、古谷武郎です。福島のいいとこを発見できる、粘って持ってます。こういったですね、メンバーでやっていきたいと思ってるんですが、実はですね、今日はどうしても仕事や、の事情で来れない方々も何名かいます。またおってですね、この番組でも企画の中でまたそういった方々も紹介させていただけたらと思いますので、ではですね、最後になりますが、この地方発見録ですね、現在、絶賛公開中で、メイン企画をこれ始めですね、この度からスタートするこの地域別企画、ぜひぜひよろしくお願いします。またこれの番組の詳細はですね、この Facebook で地方発見録検索をいただいてですね、ぜひページフォローもお願いします。よろしくお願いします。